両選手の経歴、成績ご覧いただきましょう。まずはチャンピオンです。驚異的な成績記録を持ちますヨリボーイカンパスです。ホームタウンはメキシコナボホア、年齢は26歳です。打ち合いを好むファイターで、87年にプロデビュー以降13連続 KO 勝ちを記録。56の連勝を続けた後、94年フェリックス・トリンダードの持つ IBF 世界ウェルター級タイトルに挑戦しましたが、壮絶な打撃戦の末4回 TKO 負け。96年にはホセ・ルイス・ロペスの持つ WBO 世界ウェルター級タイトルに挑戦しましたが、5回 TKO 負け。しかし昨年ラウル・マルケスに8回 TKO 勝ちしまして、 IBF 世界スーパーウェルター級タイトルを獲得。ついに世界の頂点に立ちました。今回が2度目の防衛戦となります。戦績は72戦70勝2敗70勝のうち60の KO 勝ちがあります。そして挑戦者です。ジャブが鋭いメキシコのニューフェイス、ペドロ・オルテガ、25歳です。ホームタウンはメキシコのティファナ。93年20歳の時にフランシスコ・メンデスに4回判定負けでプロデビューしています。96年にマルコ・アントニオ・リサラガの持つメキシコウェルター級タイトルに挑戦しますが判定負け。しかし昨年エンヘルス・ペドロサに6回 TKO 勝ちしまして、中米スーパーウェルター級タイトルを獲得。このタイトル5度防衛に成功し、今回初めての世界挑戦のチャンスを手に入れました。戦績は27戦20勝6敗1引き分け、20勝のうち15の KO 勝ちがあります。はい、ということでこの試合メキシコ人同士の対決です。はい、小泉さん、このカンパスといいますと遅咲きの選手、ところがまあ年齢的にはまだ26歳なんですね。そうですね、まあその負けたのがですね、フェリックス・トリンダートとホセ・ルイス・ロペスだけですね、はい、あとは全部勝ってまして70勝のうち60 KO してますね。だからそのメキシコの興行でですね、まあ、チャベスは別格ですけれど、ヨリボーイカンパスが出るとですね、お客さんが入るんですよね。ああ、そうです。だからまあ日本のですね、吉野博之選手、まあ、非常に人気ありましたけれどね、だからメキシコの吉野選手っていう感じですね。倒し屋ですね。楽しみですが、さて浜田さん、はい、まあ、同じメキシコ人と対戦するわけですけども、はい、どの辺を注目されて、まあ、このカンパス、やっぱりKO率も高いですよね、はいはい。まあ、その通りパンチはあるんですが、一発パンチャーじゃないんですね、相手が倒れるまで打ち続けると、うん、その連打が見れれば楽しみですね、はい、ということですけどね、はい、今回2度目の防衛戦になります。はい、早速ご覧いただきましょう。この試合は6月6日メキシコティファナオーディトリアムムニシバルで行われました一戦です。どうぞ。Mundial de peso super welter. Pelean 12 すごい肺活量ですね、IBF 世界スーパーウェルター級のタイトルマッチです。メキシコティファナで行われます。チャンピオンヨリボーイカンパスです。En la esquina contraria, el retador de la colonia mineral de Tijuana, con 68 kilos 500 gramos de peso, Pedro.El Guerrero Ortega。 挑戦者です。ペドロ・オルテガ、 IBF 世界スーパーウェルター級のタイトルマッチです。これがチャンピオンにとりまして2度目の防衛戦になります。そして挑戦者は世界初挑戦です。メキシカン同士の対決ですね、そして挑戦者はこの地元ティファナの出身なんですね。はい、
カンパスもこのティファナを元ホームリングにしていたという話ですよね。そして、女性のレフェリーがこの試合を裁きます。これメジャータイトルとしましては初めての女性レフェリー担当ということになりますが、グエン・アディーヤさん、このレフリングにもちょっと注目していきたいと思いますが、 IBF 世界スーパーウェター級のタイトルマッチです。いや、たまに以前ですか、女性のレフリーご覧いただいたことがありますけれども、いや、彼女ですよね、グエン・アディアさんですけれども、はい、まあ、WBA、WBC、IBF、まあ、一応このメジャー団体でその女性 の, そのレフリーっていうのはですね、はい、珍しいですよ ね, そうですよね。スペイン語でですね、エル・アルビトロっていうんですよね、はい、エルっていうのは男性系の定冠詞なんですけどね、だからラ・アルビトラになると思うんですよね。あ、なるほど、それちょっと微妙ですけれども、まあ、それだけ女性の例が少ないということでありましょう。さあ、ヨリボーイカンパス、ペドロ・オルテガ、まもなくゴンが打ち鳴らされますが、浜さん、はい、まず最初どこに注目して、まずカンパスは接近しての連打が得意なんですね、はい、その前に挑戦者のオルテガがストレートを打ち込めれば面白いと思いますよ。何よりも先にオルテガのストレート、そうするとカンパスもどっちかというとフック系が多いですからね。はい、そうですね、その中をストレートストレートで打ち込めると、そう簡単にはカンパスも突っ込めないと思いますね。ははさあ、どういうことになりますか。挑戦者ペドロ・オルテガ、どういう作戦を取ってきますか。同じメキシコ人同士の対戦になりました。さあ、試合が始まります。まずグローブを合わせます。いや、合わせなかったか。第1ラウンドスタートしています。赤のトランクスがヨリボーイカンパスチャンピオンです。この試合が2度目の防衛戦になります。前回の防衛戦から2ヶ月半空いています。一方ペドロ・オルテガも前回の試合から2ヶ月インターバルがあります。お互いにメキシコ人同士ですが、情報は十分行き渡っていますでしょう。26歳のチャンピオン、25歳の挑戦者、一方このプロのリングのキャリアはだいぶ違います。カンパスは73戦目、一方のペドロ・オルテガは28戦目になります。押し寄せるような津波のような声援が届いてきます。ヨリボーイカンパス対ペドロ・オルテガ、まあ、ヨリボーイっていうニックネームはですね、ホワイトボーイっていう意味らしいんですね、はい、でインディオ、まあ、原住民の血を引く人たちの中で、まあ、州よりですね、色が白いんで、より白いんでよりボーイというらしいです。まあ、よりっていうのはホワイトっていうらしいですね、はい、左を出しました。そのニックネームをこのリングネームとして使っています、よりボーイカンパス。先ほどフルネームも紹介されていましたルイス・ラモン、はい、カンパスと言います。右を出しがいきます。ヤドオルタがすごい声援が飛んでいますが、これはどちらに対する声援なんでしょうか。やはり地元のオルテガでありましょうか、あるいはチャンピオンでありましょうか。まあ、やはり地元のですねオルテガに対する声援というのは多いと思いますね。そうですね、浜さん、はい、この立ち上がりカンパスがあまりパンチを出しませんが、プレッシャーはかけてはいます。まだ射程距離まで行ってないわけですね。なるほど、じりじりと入ってきています。まず左を出しました。オルテガストレートいつ出していきますか。第1ラウンド、まあ、オルテガは先に先手先手で行った方がいいんですけどね。ワンツーを見せました。ちょっとカンパスが近づいてくるのを下がり下がりやってますからね、はい、先ほど指摘あったようにこのほとんどのこのパンチの種類がフック系のパンチです。カンパス左を出していきます。赤のトランクスチャンピオンのカンパス、もともとカンパス自体手が長い方ではないですからね。そうですね、この手元の資料によりますと身長よりも若干下回っています。172センチの身長に対してカンパスは普通身長と同じだけのリーチがあるんですが、167センチのリーチしかありません。まあ、見てもリーチが短い感じがします ね。 そうですね、その代わり体はがっちりしています。いかにもメキシコ人らしいがっちりとした感じです。一方のオルテガもやっぱりそんなような感じが伺えます。こちらは178センチの身長です。一方リーチは178センチ、互いにフック系ストレート飛ばしていきます。あ、地元の挑戦者に声援が飛び交っていましたが、ここでゴングです。1ラウンド目は挑戦者オルテガのラウンドですね。挑戦者オルテガ1ラウンドを取りました。まずいつものようにですね採点記事申し上げたいと思いますね、はい、
まず有効なクリーンヒット、そして構成、そして防御技術、そしてリムジェネラルシップと言いますけど、戦略に基づいたペース支配ですね、そしてダウンが1度あると10対8、2度あると10対7ですね、はい、そしてできるだけその微妙な差もですね、その10対10をつけずにその差をつけて10対9をつけようというのが世界的傾向ですね、はい、今のラウンドで言えばですね、その確かにチャンピオン の, あのカンパスブロックはしてるんですけれど、ええ、手を出してはないんですね。そうするとこの構成という面でですね、相手に当たってなくてもその手を出して相手を主勢に追い込んでるとみなされるわけですね、はい、そうするとそのポイントはオルテが行きますね、はい。IBF 世界スーパーウェルター級のタイトルマッチです。以前ジュニアミドルと称されていたクラスであります。第2ラウンドがスタートしました。ヨリボーイカンパス、先ほども言いましたようにプロのキャリアの中で、長いキャリアの中で2敗しかしていません。しかしいずれも世界戦でありました。トリンダード、それからホセルイス・ロペスに敗れたものであります。そして71戦目にして3度目の世界挑戦でこのタイトルを手に入れました、ヨリボーイカンパス。キャリアで言いますと遅咲きのこのタイトルゲットだったんですが、ヨリボーイカンパス非常に人気のある選手です。ブロックします。カウンターの左フック、ちょっと今当たりましたね、浜田さん、第1ラウンド、はい、まあ、割と静かな立ち上がりになりましたが、第1ラウンドどのようにご覧になりました？1ラウンド目ですか、はい、カンパスがプレッシャーをかけているんですけどね、はい、まあ、これからエンジンかけようかという出だしだったですね。まあ、2ラウンド目はさすがにやっぱり打ってきましたよ、はい、右のパー擦ります、手数が多くなっています。これは両者に言えます。第2ラウンド、まあ、カンパスのボクシングはですね、自分 の, その射程距離入るまではですね、手あんまり出さないんですね。ジャブで入ってきたりしないんですね。ガード固めて入ってきて、で距離になるとですね、ガンガン打ち始めるんですね。ミルクロス、左を返します。左は当たっていません。さあ距離がどん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 詰まってきます。打ってきましたね、カンパス打ってきます。左ダブル、非常に軽い、それもジャブです。アッパーを突き上げます。しかしさあそろそろ距離に入ったようです。カンパス頭を突き始めました。みんな落ち着く、手が出てきましたよ、ボディ打ちも見られます。あ、これを返るんですが、今ボディ入りましたね、左入りましたね。やはりあのカンパスはメキシカンからもかなり得意にしてますか。いやー、もうボディ打ちは得意ですね。またボディ、なるほど、今度アッパー、その返すから左アッパーを突き上げていきました。アッパーカットは青に入っています。お、同じようにオルテガも小さくアッパーを返していきます。挑戦者のオートと、オルテガヘッドスリップですが、ちょっと届きました。アッパーを打ち返していきます。オルテガ、浜さん、オルテガはどのようにずらーっと右のクロス、今入り込まれてるんですけどね、オルテガのパンチも当たってますよ。オルテガも当たっている、はい、もう少し、離れた距離からだったらもっと威力増すでしょう。そうですか、はい、ミラッパー左、小さなパーですが小突き上げていきます。ヨリボーイカンパス、これが特徴であります。70勝のうち60の KO 勝ち、このスーパーウェルター級にありまして、ノックアウト率、おー、右のクロス、挑戦者オルテガ、カンパスも結構食ってますね。そうですね、はい、オルテガの KO 率は 56%、 一方のカンパスは 83% という高い KO 率を誇っています。残りわずかです。第2ラウンド、これゴングです。大歓声の中ゴングが打ち鳴らされました。第2ラウンド終了です。まあ、このラウンドはそのチャンピオンカンパスのラウンドですね、はい。まあ、有効なクリヒットはより多かったですね。ご覧のような大歓声で埋まっています。メキシコティファナアオディトリオムニシパル、だからムニシパルオーディトリアムっていう意味ですね、英語に直すと、だから私立、まあ、体育館という感じですね。そこにかなりの観衆が詰めかけています。 IBF 世界スーパーウェルター級のタイトルマッチ、このヨリボーイカンパスはメキシコの北部、そこで生まれていますけれども、あのお父さんが小泉さん鉄道員だったらしいですね。そうなんですね、まあ、昔鉄道員っていうあのイタリアの映画ありましたけれど、まあ、して11歳からボクシング始めたらしいんですね、はい、してそのまあ若くしてですね、あのもうプロ転向してですね、どんどん試合してですね、試合数がともかく多いですよね、はい、さあゴンが鳴りました、以前もこのカンパス戦の時に、解説していただきましたけれども、確か15歳の時デビューしてるんですよね。若いデビューです。
まあ、もともとメキシコの選手は結構速いですね。おっと右のクロスからやろうと左返します。ヘッドスリップでかろうじて避けますが当たってはいます。ワンツー、綺麗に右のストレートが伸びます。オルテガ、このペドロ・オルテガっていうのはですね、マネージャーがですね、ナチョ・ウィザーですね、はい、そしてトレーナーロムロ・キラル、メディナと一緒ですね。そうなんですね。そのメディナのデビューがですね、なんか14、5歳だったらしいですよね。マニュエル・メディナも早かったですね、はい、マニュエル・メディナとメディナと同じマネージャーを持ちますペドロ・オルテガ、挑戦者です。クロントランクス、随分体、全体的な体のパワーを感じます。よりボーイカンパス、この至近距離での打ち合いになりそうです。ゴジブロ、ミラパ、顎をかしめます。おっと、巧みに今、オルテガ肘打ち合いましたよ。肘使いましたね、今ね。右の服、打っていくところなんとなく肘のうまく使って入れ込んでいっています。しかし、それにもかかわらずこの体全体のパワーでよりボーイカンパス、押してきます。結構見えないところにうまいですよ、オルテガも。そうですか。肘打ったり頭ぶつけたりですね。ぶつけてますね、このブラインドサイド。これはブロックしています。右のクロスから左を返します。お互いにブロック、あるいはこのディフェンスでしのぎを削りながらパンチを入れ込んでいきます。ゴジブロ左、このカンパスの脇腹打ちっていうのはですね、あれ得意ですね。ナイスボディ、右のボディブローです。おっと下がった、ボディブロー効いたんですよ。左アッパーです。おー、捉えました。カンパスの右のパンチです。ロープに詰まりました。ちょっと手が出てきません。オルテガ腰が引いています。まあ、腰が引くっていうのは押し込まれてるんですね。なるほど。また肘使いますか。左ボディブロー、オルテガのパンチです。オルテガのパンチ、右のクロスから。今の肘の使い方なんか見ると結構普段からやってるでしょう。左から右、カウンター気味になりますが、がっちりしています。カンパスは押し込んでいきます。左カンパスのマッチ、右から左ボディブロー、多彩なコンビネーションを使います。さあ、自分のこの射程距離に入りますとパンチが止まりません、よりボーイカンパス。そういったところの片鱗を少し見せました。さあ、この辺またアウト、ミラッパーノーガードの状態のところ入れ込んできました。インサイドから打っています。左相手の手が出てきました。これは一旦引きましたけれども、また両者がつきます。女性レフリーが間に入りました。グエン・アディアさんです。ここでゴンが鳴りました。第3ラウンド、かなり激しい打ち合いが見られましたが、小泉さんどうでしょう。このラウンドは文句ないでしょう。チャンピオンカンパスの有効打の方が圧倒的に多かったですね、はい、いいパンチが入りました。一方のこの大手がなかなか肘を入れたり、試合巧者ぶりを見せていましたが、全体的に押されておりました。その辺映るでしょうか。頭も浜田さん、割と当たってますよね、両者ね。うまいですよ、この選手は。分からないように分からないようにやってますからね。でここでちょっとサイドへ移ってるんですね。だからあの左のアッパーがですね、真ん中、ストマック、まあ、溝落ち入るんですよね。でサイドからも出ますよね、はい、正面から攻めてるようにしてちょっとため作って脇腹サイドから打つっていうのは、あれがヨリブカンパスの得意技ですよね、タイトルを取りましたのがヨリボーイカンパス、97年の暮れ12月6日でした。ラウル・マルケスに8ラウンド TKO 勝ちでこのタイトルを手に入れました。そして初防衛戦が72戦目、3月23日に行っています。アンソニー・スティーブンス相手に3ラウンド TKO 勝ち、これは挑戦者が左肩を脱臼してしまいまして TKO 勝ちとなっていますカンパス。以来2ヶ月半のインターバル、この試合を迎えました。2度目の防衛戦です。左を出します。右クロ、カウンターになりました。カンパスのパンチです。お客さんが湧き上がります。挑戦者のパンチは届きません。代わりに頭が届きました。非常にスリリングな歴戦のファイター、よりボーイカンパス、自分の距離で戦っています。この辺をかいくぐります。ペドロ・オルテガ28戦目、現在上昇中、新鋭の挑戦者、はい、カンパスのですね、接近を阻むためにはですね、やはりフットワークで距離取るかですね。でしたかね。顔面赤くなっています。ミラパーです。あるいはカウンター取るかですね。ボディブロー、
ボディーブロー集中攻撃、ボディーに集中します。ボディーブローのカウンターですけど効きますよ。今度は顔面、頭を下げました。頭から入ってきます。挑戦者のオルテガ、ちょっと手で押さえて打ちましたね。カンパス頭を左に寄せますが、ボディを叩きます。左のクラッ、また肘打ちです。このレフリーはまた肘打ち注意しませんね。左ボディブロー、まあ、カンパスとすれば、お頭が当たっています。はい、肘打ちされた場合のまた肘当たってますけどね、切らないことですね。その場合結構切りやすいですからね。そうですね。アッパーアッパートリプル、左のアッパーを続けます。今度は左、左から右、左のクロス浅く入りました。まだ1分近くあります。第4ラウンド、右のアッパーをトリプルで出して、その後左のアッパーをトリプルで出しましたね。出しましたね。まあ、昔グティエスパラスっていう選手がそんな、そのダブルパンチトリプルパンチよく使いましたからね。コーナーに入っていきます。51秒あります。結構肘当たってますよ。右のストレート、カッパスの右のストレート、右のクロス、頭を下げてきます。んとチェックするのか、いや一旦中に入ります。聞いてますね。ああちょっとフラフラしてますよね。聞いてますよ。挑戦者右の目の頬のあたり赤くなっています。目尻のあたりカットしたんでしょうか、あるいは鼻血なんでしょうか。この再三頭が当たっているようですから、多分バッティングか何かで、あーっと落ちます。左から右、右のクロス、いいパンチが入っています。いい瞬間ですね。今のは復興ダブルで使います。また右のアッパー、よく入ってますよね。いやタフですよこのオルテガは。オルテガ頑張っています、こらえています。さあこのラウンドなんとかしのげそうな時間になってきました。ストレートストレート、ここでコンプです。なんとかしのぎきりました。しかし随分とパンチをもらってしまいました。ペドロ・オルテガ苦しいラウンドになっています。私はこのラウンドは10対8つけます。10対8、ダウン相当の、はい、まあ、そのぐらいのダメージあったり、ダウンに非常に近い状態だと思いますね、はい、通常の10対9よりも上回るダメージを与えたと思いますね、はい、一番最初に浜田さんから指摘がありましたが、右の目の下ですね、目の下ですね、結構今なんかカンパスもフック打つ場合に肘狙ってますよ、はい、まあ、目には目をというんですかね、相手がやるならばというようなことでしょうか。非常にエキサイトしたムードになっています。まあ、かなり熱いお客さんが集まっています。メキシコティファナで行われています、挑戦者の地元。一方ヨリボーイカンパスも以前ここをホームリングにしていたことがあります。 IBF 世界スーパーウェルター級のタイトルマッチ、続いてのラウンドは第5ラウンドです。今ヨリボーイカンパスのチューセコンド のラファエル・ガルシアがですね、はい、肘打ち注意してほしいっていう、まあ、レフリー のグエン・アディアさんにそのリクエストしましたよね。さあどうでしょう、そのチェックがありますでしょうか。距離を置きます、はい、カンパスはですね肘打ちされてももう平気ですね、その分そのボディガンガン打ちまくりますね。メキシコ人独特のこの体の頑丈さというのをこの選手も持っています。ヨリボーイカンパスをクリーンにやろうというようなことなんでしょうか。多分そうだと思いますね。同時にパンチも出してきます。また今ちょっと肘で押すような格好がありました挑戦者。しかし全体的なパワーが違うようです。浜田さん、確かにオルテガも頑丈な体をしているようですけど、体全体のパワーというのはチャンピオンも感じますね。それとチャンピオンのカンパスの方がリズムに乗って勢いづいてますからね。この勢いを跳ね返すぐらい爆発力ないとですね、今の流れというのはなかなか変えきれないんですね。右を突き上げます。ナイスボディ、ナイスボディブロース、このボディブラ強いですね。右のアッパー、おー青が少し上がりました。チャンピオンカンパス、なかなか距離取れません。はい、上を軽くちょんちょんと打ってため突っといて、あの左アッパーですからね、あの左アッパー強いですね。おーっと、また肘か、また肘を使ったようです。また肘を使ったようです。ダブル上から下に返していきました。左のダブル、これです、これです。チャンピオン今度は右のボディブロー、空いたところ溝打ちに持ってきました。ちょっとこのオルテガの肘打ちは目に余りますね、先ほどセコンド陣から注意を受けたんですけれども、レフェリーはまだこれを注意はしていません。
その中でですね、レフリーの目から見えないそのシーンもだいぶありましたね。そうなんですね。小さく右ラッパー突き上げました。左か右、頭をうまく相手の左サイドに持ってきます。そしてそれと同時にこれ側頭もかなり浜田さん頭当たってますね、この時間帯ね。これ意識的にやってるんですよ。はいはい、そういったところ結構前ですよ、オルテガも頭を左に出す時にうまく当てています。頭を振りながら偶然のように当ててますから ね、 ますね。今頭下げまして相手の顎のあたり入っていきます。結構オルテガのやり方というのは実戦で、身につけたやり方ですね。ここでようやくレフリーが入りますが、持ち合ったところです。あっと、しかしおっと、ゴングゴングゴングです。十分疲れてる、そして効いてるんですけどね、オルテガは。第5ラウンド終了しています。この右側 の、 そのリングの外ですね、はい、眼鏡かけたちょっとビューティー、これがナチョ・ウィザーズですね。あ、まあ、ティファーナのリーグプロモーターマネージャーですね。はい、これいいボディブローでしたね。いいボディブローですね。逆に言うとですね、このカンパスというのは自分の、まあ、欠点というのは体格的欠点よく知ってるんですね。手が短い、はい、これでですねジャブ出していったりするとですね、相手からクロスバンバン合わされますね。だからその、まあ、いわば覗き見スタイルで自分の距離までグッ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 入っていくんですね、相手に打たせてでも、ところがその中間距離あるいは至近距離になるとですね、がぜん打ちまくるんですね。僕はワイルドなパンチを振るファイターじゃないんです。結構インサイドから左のアッパーボディあるいは右のアッパー、はい、アウトサイドインサイドアウトサイドインサイド持っていくんですね。さあ第6ラウンドがスタートしました。小泉さん、今の採点はチャンピオンの方でいいですか。はい、チャンピオン10対9ですね。失礼しました。第6ラウンドが始まっています。さあ浜さん、はい、この中盤ですけれども、はい、おっとっとっと、ちょっと劣勢に立たされているオルテガとしてはどういう戦い方がいいでしょうか。一番突破口を開けるのはですね、カンパスの前進止めきれればいいんですけどね、これどうやって、先ほどもちょっとおっしゃってましたけど、まず威力あるパンチを正確に決めきれんと止まらないですね。なるほど。それと最初に言ったんですけど、ストレートのショートでもいいんですから、それはカンパスに今パンチ当たってますからね、それをもっと続けることですね。なるほど。まあ結構肘もやってますけど、今注意してますね。あとこれを流します。続行させました。初めて注意しましたね、自分からね。カンパス自ら肘を使ってるじゃないかということですけれども、やっぱ左ボディブロー入っています。入っています。距離を取りました。嫌がりました。これだけ打ち込まれると、なかなかカンパスを下がらさせるというのは難しいでしょうね。頭もかなり当たっています。結構頭も当てながら肘も使いながら、突破口を開こうとはしてるんですけどね。はいはい、ミロックストレート空振りです。今オルテガなんかストレート空振りしたらそのまんま頭まで持っていっちゃいますからね。結構前ですよこの選手は。なるほど。ミロック。しかし、そういったことには。変なアッパーの打ち方もうまいですね。この戦いぶり、相手の頭も相手にしながら戦っていきます。ヨリボーイカンパス、右のアッパーダブルから右のフックですね、はい、また左ダブルです。ボディブロからミラッパミラッパ、バタバタもう一発いきます。相手とミラすぐ持っていきます。この辺のショートパンチの打ち方、本当に日本の選手もちょっと勉強したいぐらいうまい打ち方しますね。左から右アッパー、浜さん、アッパー系、はい、あるいはフック系のこうダブル、トリプルが目立ちますけれども、こういった打ち方というのは技術的にはかなり高等なテクニックで入りますか。片方のパンチをダブルというのは結構難しいですよ。ああ、そうですか、はい、ましてやトリプルとなるとかなり難しいですね。難しくなりますか。まあ、それをカンパス当たりは身につけてるから当たり前のように出ますけどね、やっぱり左出したら次は右、右出したら左、これが普通の感覚ですよね、はい、レフェリーが間に入りまして時計を止めました。先ほどのラウンドでカットしたところがまた広くなった。あれ違うところです。マウスピースなんですね。あ、マウスピースが出たんですね、はい、続行です。目の上も切ってる感じですね。そうですよね。このオルテガっていうのもですね、その
足を据えて打つときは結構強いパンチ打ちますね。パンチありますよね、はい、また最後頭が当たりました。第6ラウンド終了です、うん、このラウンドもやはりあのチャンピオンカンパスのですねパンチは強かったですね。有効打が多かったと思います。10対9です、はい、こちらが挑戦者のコーナーですが、これ背中に見えているのがロムロ・キラルタなんですね、はい、同じくマネージャー、はい、トレーナーですよね。トレーナーです。だからナチョ・ウィサルの選手はみんなロムロがそのトレーナーしてるんですね。あ、いつもコンビで動いてるわけですね。ホセ・バルボさんとかですね、はい、それでですねラウル・ヒバロ・ペレス、はいはい、まあ、彼もそのナチョの選手だったんですけど、ヒバロ・ペレスはですねこのロムロの娘さんと結婚したんですね。あ、だからそのラウル・ペレスの義理の親父なんですね。こちらがチャンピオンです。浜田さん、今この挑戦者のお手が左の目の下もちょっと腫れてたようですね。あの腫れてますね、目の下というか両方目の方も腫れてるんじゃないですか。腫れてますねこれね、はい、結構あれだけ集中度食ってますからね、これオルテガの地元じゃなかったら、はい、おそらく諦めてるでしょう。ああそうですか。これだけあの打たれてますよ。あ、さあ続いて第7ラウンドです。 IBF 世界スーパーウェルター級のタイトルマッチです。左から右を出します。あ、グイグイ入っていきます。まあでもオルテガも打たれながらもこいこいということはやってますね。そういった面では負けん気は強いでしょうね、はい、あ、レフリーが1回入りました。改めて左のパンチの比率と右のパンチの比率ですね、はい、大体7対3とかですね、6対4とか左よく使う選手で8対2ぐらいの割合、このカンパスは本当に五分に近い、ということは左リードのないボクシングですよね。なるほど、それだけ左で相手作ったらですね、すぐ右持っていくんですね。なるほど、はい、まあ、左右のパンチがほぼ等しく出てくるという右のクロス。このカンパス、今度は左、今度は右です。本当に浜田さん、両者本当に五分五分なぐらいに出てきますね。あのカンパスですね、そうですね、この選手も相手が倒れるまで諦めるまで打ちっぱなしの選手ですね、左ダブルで突き上げたかと思えば今度は右をダブルで突き上げてきます。押していきます。ボディブロー。カンパス調子いいですよ。頭当たりました。おーおーおー、まるでブドゾーザーをと相手に1回入りました。体全体でブルドーザーのように押しまくります。それと同時にパンチも使いますが、ちょっとエキサイトしているので一旦入ったということなんでしょうか。あるいはテープか。テープでしょ。右のグローブちょっとカンパスのテープが剥がれていますけれども、カンパスを青のコーナー持ってきました。自分のコーナーなんですね。そうですよね、はい、両者のそれぞれのコーナーに持っていきました。まあ、普通その場合対戦相手はニュートラルコーナーに行かせるんですよね。まあ、この試合レフリーがですね、あと、はい、T の字作ることはありますね、はいはい、アルファベットの T、あれはタイム、はい、タイムキーパーにちょっと中断を、はい、その要請したんですね。よく当たってますよ、顔が随分剥がれてきました。膨れ上がってきました。よく当たってますよ、40秒切っています。ミラッパー、これも入りました。やるフックです。押されますとぐーっと最後まで下がってしまいます。オルテガ、ミラクロス、首が入ります。収集が組むと、ストップされてもおかしくないですね。そうですね、まだストップありません。あ、打ち返します。これでは止められないかもしれません。左を出しました。距離を置きます。あーっと狙っています。右のパンチで狙ってます。今右でブロックしてすぐ打ちましたね。カンパスもそのユニークな選手なんですよ。距離を取ると不器用なんですよ相手が。ところが接近すると俄然うまさを発揮してくるんですね。完全に自分の距離というのが確立されてしまってるんですね。そうなんですね。だからホセルイス・ロペス、まあ、今のラウンドはもちろんカンパスの有効打のところに上回りました。絶対9ですね、はい。まあ、ホセルイス・ロペスとかです、ね、まあ、トリンダーとその最後一応ダウンさせたんですけど、あと捕まえられた時はそのロングのパッチで仕留められましたよね、入り込んでしまうと非常に必要な連打を持ってきますね。
浜さん、はい、チャンピオンになる選手というのは必ず自分の一番得意な距離っていうのは距離だけじゃないんですけどね、このパターンに持っていったら必ずものにするとかいうものは必ず持ってますよね、はい、それが大体他の選手もあるもんですけど、それが特に秀でてますよね、飛び付けてますよね。カンパスの場合はこの近づいた場合、左右のパンチが踏み込まなくても当たる距離になったら止まらないですね。無類の強さを発揮します、よりボーイカンパス。ラウンドを追うごとに挑戦者の顔が膨れ上がってきます。決して、挑戦者を打たれっぱなしというわけではないんですけれども、それ以上によりボーイカンパス、今日は浜田さん、はい、体調コンディションがいいと見て、カンパスは調子いいですね、間違いないです ね、 これはね、バランスもいいしですね、手はよく出るし、そして突進力あるし調子いいですね。ビノクロス、相手が入ってくるところカウンターになりました。最高の状態でヨリボーイカンパスリングに上がっています。まあオルテガじゃなかったら倒れてるでしょう。なるほどね、オルテガもこれだけ声援されると倒れるわけにいかないという気持ちはなるでしょうね、IBF のランキングは14位なんでありますけれども、その WBA 他団体のランキングを見ますと5位に入っていますペドロ・オルテガ、それだけまあ実力が認められているということであります。まあ、WBA にですねフェデセントロっていうタイトルあるんですね、はい、中米タイトルなんですけど、これをですねベネズエラのエンヘル・ペドロサですね、これをノックアウトしてですね TKO ですね、6ラウンド TKO してこのタイトル取ってるんですね、それが去年の3月ですよね、はい、かなり防衛してるんですよねそのタイトル。そうですね、もう5度防衛してますからね、結構頻繁にこのフェデセントロのタイトルマッチやってますね。右手を出しました、アッパーが打ち込まれてくるんですが、それ以上に深く入っていきますカンパス。カンパスも腕抱え込んでますね、左から右のコンビネーションを使います。おこの辺は挑戦者が手を出しますが、カンパスもインサイドから返します。何気なく右のストレート放ちましたがヒットしています、カンパス。まあ、カンパスがですね相手をカンパスに進める、沈めることができるかどうかですねキャンパスにね、はい、はい、おっと右のクロスです。効いてますよ浜田さん、それ近いかもしれませんね、カンパスの進めは本当に効いてますよ。まもなく1分切ります。このオルテガもう意地でやってるでしょうね、はい、そうでしょうね。そしてタイトルがかかっています、なんとしてもこの世界初挑戦、打たれながらでもカンパスに来い来いとしてるんですからね、右のクロス、特にこのタイトル欲しい、そういった気持ちも現れます、ましてや地元であります。なんと意地がこの挑戦者をここまで立たせています。スウェーバックも後ろロープがあります、なんとかパンチをかわすのは精一杯です、挑戦者オルテガ。まあ精一杯ですけど、その中でも打ち返してる感じ当たってるんですね、当たってますか。当たってますよ、右のクロスから左を出します、左は流れていってしまいました、カンパスが、おーと肘です、肘打ち、今の右アッパーのボディが強かった。しかしそういった場面の必ず反則すれすれ、まあ反則なんですよね、やるというのは、おーとダウンか、ダウン、いやいやダウン、スリップですか。ちょっと今画面から外れましたけどね、ちょうどカメラが寄った時でした、プッシングした後にパンチ出したことは出したんですね、まあ、それがまあプッシングというふうに見られたんですよね。いやー会場が一瞬大きく湧き上がりましたが、スリップであります。まああれをダウン取らなければですね、このラウンドはややカンパスの方が良かったですね。あそうですか、ただ他のラウンドと比べてこのラウンドはオルテがやけくそでパンチ出してきましたよね、ということでどう取りますか。ポイントとしてはカンパス、カンパスですか、はい、これ随分激しくやっています、これプッシングという風に取ったのがですね、これね違う角度から見たいですけれども、いやあれはプッシング気味だったんでしょうね、レフリーはあのシチュエーションといいますかね、まあ、あの立場ではよくそのあのダウンが見えたと思います。プッシュしてそしてカンパスがそのスリップダウンしたっていう感じですね、はい、あこれがそうですかね、結構前でこんなのなんか頭ぶつけてますからね、すごいパンチが嵐のように来ます。
連打の中でも強弱つけてるんですね、はい、ちょっとため作って右ストレートグーッと持っていくときとちょんちょんちょんと上打っといてそして脇腹グーッと打つときありますね。どうやら先ほどのスリップのシーンメキシコのテレビ局は違う角度では残していなかったようです。見ることができませんでしたがスリップでした。ヨリボーイカンパス、これがラファエル・ガルシアですね。帽子かぶってるはい、中世のトップランクジムなんかでよく見ますけどね。日本にもよく来るミゲル・ディアス氏の、はい、そのサブですよね。この帽子はかなり、ね、目立ってますよね。いっぱいバッジをつけています。たびたびこのエチアイトマッチの中継でも出てきます。さあ第9ラウンドです。まあ、今はですねラファエル・ガルシアまあ、先日坂本選手と戦ったセサルバさんですね、はいはい、あれのトレーナーしてますね、カウンターになりました。カウンターになりました。今狙ってましたけどね。いやこのオルテガもタフですよ。そうですね、はい、なかなかしたたかです。タフでありそしてしたたかペトロ・オルテガ。おっとまたカウンターですが肘を持ってきます。完全に当たっていません。肘で抑え込んだという感じになりましたが、まあ、両方でカウンター狙いましたね、ちょっと危ない対戦になりました。オルテガ、まあ、私と浜田さんがですね生でこのカンパス見たのは92年のロジャー・ターナー戦ですよね。NABF、はい、北米タイトルロジャー・ターナー、はい、あの時は結構打たれたんですけど、まあ、タフな選手だなと思いましたね。決して器用ではないんですけど、まあ、打たれ強いんでそれで、まあ、突進力がありますね。あそうですか。ワモジョリワモジョリペアレイノベ、まあ、カンパスが打ってる距離というのは相手からも確実にしっかりと届く距離にいますからね。右から左です。バランスがいいんですねカンパスは。ディフェンスはそれほどいいとは思いませんけど、なんか打ち出すとですねそんなにパンチ空振りしてそのバランス崩して次のパンチ打てないということはないんですよね、第9ラウンド半ばです。ペドロ・コールが湧き上がりました。メキシコティファナルリング IBF 世界スーパーウルター級のタイトルマッチ、ぜひオラが町のチャンピオン誕生してくれというそういった思いでありましょう。ここまではポイント的には一方的になってきています。左右のストレートを出しますがヘッドスリップウィービングでかわします。カンパス下がってきましたね、これどういうことなんでしょうか。今オルテガが打つ雰囲気を見せた、そしてカンパスも若干打ち続かれてきましたからね、うん、おーとパンチが止まってます。チャンピオンのパンチが止まりました。出てきません。おお左もらってしまいました。あ、ナイスアッパー、ナイスアッパー。ちょうどハートのあたりでしょうか、心臓のあたり入っています。しかしその一発、この30秒間その一発だけです。右を出しました。カンパスも打ち疲れてますね。あれだけ打てば出てきません、はい、疲れはしますけどね。1分近くもう出してませんよ。先ほどラッパーだけです。さあこの自分の距離に入りました。ここで出します。やはり疲れでしょうか。パンチの出しのことを考えました。ここでゴングです。ここでゴングです。このランナー文句ないでしょう。ペドロ・オルテガですね。久しぶりに挑戦者が取りました。小泉さんの採点ではですと1ラウンド以来初めてですね。そうですね、まあ、8ラウンド目はそのスピダウンありましたし、8ラウンド前のラウンドからそのパンチ出し始めましたね。8ラウンド目が、ええ、9ラウンド目はこれ結構いいパンチ出しましたし、右ストレートでちょっとカンパスをですねちょっとロープで吹っ飛ばしたシーンがありましたね。浜田さん、やっぱりストレートいいですね。だからストレートを先に打てるといいんですけどね。もっとスタート時からこれが出ていればと。まあ、ただこの時点でカンパス打ち続かれてきているというのは、はい、まだオルテガにもチャンスあるということですよ。ということですね。随分、はい、いいラウンドを作りました。第9ラウンド、次なる従ってラウンドが問題になります。これチャベスが映ってますね。チャベスが何か声もっと体震えて指示してます。向こう側に映っています。それで隣がエリック・モラレスですね。まあ、メキシコの非常に人気のあるボクサーが
同じく人気のあるヨリボーイカンパスに声援を送っています。いやーもう直接指示を出していました。フリオス・サール・チャベス第10ラウンドです。まあ、今の危なくなったラウンドというのは気づいたでしょう。あの場内の雰囲気、そして目の前で見てるともっとそういうふうに感じたでしょうね。そういえばあのこのカンパス、先ほどお父さんが鉄道員だったというお話しましたけど、チャベスもお父さん鉄道員だったらしいですね。そうなんですよね。まあ、そういった共通項があるから応援してるのかもしれませんが、まあ、コインシデンスって言いますけどね、まあ、あの奇妙な位置ですよね。さあ第10ラウンドです。浜さん、これは挑戦者いいラウンドさらに続けなきゃいけないわけですね。カンパスをロープに詰めることができれば、まだまだチャンスあるんですけどね。出てくところ左のリードブローはヒットしました。身を振っていきます。まあ、もちろん、オルテガの方も打たれ疲れがありますからね。そう強引のは攻めきれないところありますね。両方の目だいぶ腫れましたね。腫れてますね。まあ、これまでのダメージから言うとですね、この挑戦者のオルテガの方が圧倒的に多いですね。とかカンパスやや打ち疲れがありますね。お、右ミロスレート打ち疲れ、そして打たれ疲れ、両者にあります。まあ、打たれ疲れっていうことはダメージっていうことですからねこの顔を見れば一目瞭然です。挑戦者のペドロ・オルテガカットもしています。一時よりボーイカンパスの嵐のような猛攻がありまして、小泉さんは10対8をつけたラウンドもありました。その他にも総入りに近いラウンドが生まれています。この試合終盤に入りまして、少しカンパスの攻撃の手が緩んでいます。左を打ちました。これはヒットします。それ以上攻め込んでいくことができません。距離を保ちます。挑戦者のオルテガ、カンパスもこのラウンド体を振ってますけど、手はそれほど出てないですね。それまでの猛攻がまるで嘘のように静まってしまいました。よりボーイカンパス、このラウンド手を出さないとまたポイント取られますよ。おっと、ミロスレート取っていかない、攻め込んでいきます。プレッシャーをかけていきますが、浜さん、それ、先ほどまでのパンチ数はないですね。まあ、やっぱり疲れもあるしですね、それで、プレッシャーかけながら若干休んでるところもあるんですね。なるほどね。第10ラウンド休憩のラウンドと決めましたか、チャンピオンのよりボーイカンパス。まあ、一休みして、そして次のラウンド出ようっていう腹かもしれませんけどね。自分のスタミナと相談したのかもしれません。第10ラウンド終了しています。このラウンドも挑戦者のオルテガにつけますね。そうですか、はい。ちょっとペースが変わってきましたね。オルテガのカットした場所は、傷口はもう止まったようであります。というよりもそこにパンチが当たってないということでありましょう。これスポーツではセカンドウィンドっていうのがあるんですね。はいはい、よくトレーニングしてるとですね、ある程度その疲労のその度合いを加えるとですね、それするともう疲労感じなくなるところがあるんですね。はい、まあ、結局回復なんですけど、リカバリーなんですけどね。はい、だからこのオルテガっていうのはですね、8ラウンド9ラウンド目あたりからこのセカンドウィンドウを迎えたみたいな感じがしますね。あ、なるほど。まあ、マラソンなんかでよくそういったことが言われますけれども、やはりボクシングでもそういうのはあります。浜田さんはそういうのを感じたことあります？はい、私はないですね。それ前に試合が終わっちゃいましたからね。まあ、後半まで行けば行くほど、やっぱり、疲れは増してきた方でしたけどね。あ、そうですか。はい、ファイティング原田さんがキングピッチに勝った時ですね、こんなペースでもう前半からもうものすごいペースで行ってたんですね。いや、後半スタミナ落ちてと思ってたんですけど、あの時はセカンドウィンドですね。原田さん後半生き返ってきたんですよね。だからあれノックアウトできたんですね。だからよくトレーニングした成果っていうのがセカンドウィンドに出てくることありますね。なるほど。さあ11ラウンド目を迎えています。また1回レフェリーが入りまして、これ今注意したようです。頭が当たった。徐々に大きくビギラッパーです。ボディブロー、またコンビネーションを使い始めました。チャンピオンのよりボーイカンパス、だいぶ見逃す。チャンピオンのパンチです。コーナーに入ってしまいました。攻めてきましたね。
さあ先ほどの休憩、攻めてましたね。それから一転してこの11ラウンド出てまいりました。チャンピオンです。カンパス、カンパスに勝とうと思ってですね、やはりそのいいリードパンチ、ジャブかカウンターかですね、あるいはフットワークがないと、はい、むざむざ入らせるとやはり相手のカンパス の, そのショートのですね、接近戦での連打に巻き込まれますね。進化したフですよ、この選手は。そうですね、コーナーに入りました。思い切り右をもらっています。まだ立ち続けます、ペドロ・オルテガ。ずいぶん膨れ、おっ、これは止めました、ね、試合終了です、ね、試合終了。レフェリー、女性レフェリーのグエン・アディアさん、この試合をストップしました。これは今打たれ続けてしまったという状況、それから傷あるいは目の腫れ具合、そういったものを総合してレフェリーがストップをかけたんでありましょう。試合終了です。ヨリボーイカンパス2度目の防衛成功です。いや、浜田さん、このショットどう見ます？はい、ここへ来まして、この11ラウンドだけのストップというよりもですね、はい、もう2ラウンド目からほとんど打たれっぱなしですから、それをこのラウンドに来て、やっとストップしたと、まあ、もう少し早くても良かったのかなと思いますけどね、私は。そうですか、はい、これはストップする瞬間でありましょうか。まあ、9ラウンド目、10ラウンド目、オルテが、まあ、やけくそでその反撃しましたよね、そこで打ち疲れがありましたね。そして11ラウンド目、カンパスがその攻め込んできたんですけどね、私は前のラウンド2ラウンド取ってますからね、はい、もうちょっと続けさせてそこでストップした方がもっとお客さん納得したんじゃないかなと思うんですけど、ここまで来るんですね。そうですね。